おはよう、みんな。今日で4日目の朝だね。昨日ベルデルと戦ったのがなんだか夢みたいだよ。いってて、硬いとこばっかで寝るから背中が痛くなっちまったぜ。よく言うわよ、あんた昨日も熟睡してたくせに。おはよう。さて、まずは今日の行動を確認しましょう。あのさ、ちょっと考えたことがあるんだけど聞いてくれるか。ん？考えたこと？ああ、政府が封鎖を続けてる原因って悪魔が人間にとって危険だからだよな。俺たちは封鎖を解きたいだろ。でもそのためには東京から悪魔がいなくなることが必要だ。なのに具体的にそのためにはどうすればいいかさえ。まあそうだよね、正直見当もつかないよ。じゃあさ、悪魔を消す以外に本当に封鎖を解除する方法って何もねえのかな。ん？何？どういうこと？俺たちのコンプは今のところだけど完全に現れる悪魔を制御してる。もしこの原理が解明されて全ての悪魔を制御することができたら、問題はそれなんだよな。俺が思いつく方法はたった一つ。悪魔召喚プログラムのサーバーを解析して制御の原理を調べることだ。制御の原理さえ分かればその仕組みを再現すればいい。もしかしたらサーバーそのものを使って全ての悪魔にアクセスできるかもしれない。まあそうでもないって。でもで、サーバーの場所をどうやって調べるか、その方法なんだけどさ、やっぱり証文会だよな。サーバーを組んだ直哉さんに聞くのも手だけど、現在の持ち主であるはずの証文会を当たる方が手っ取り早いと思うんだ。とにかく何とかして証文会の連中と接触してサーバーの位置を聞き出そうぜ。うん、分かった、僕も協力するよ。あ、ラプラスメールだな。確認しようぜ。ラプラスメール？え、何言ってんだよケイスケ。ほら、毎朝届くメールだよ。未来のことが書いてあるやつ。未来のことが？うん、僕のコンプにはそんなメール来たことがないよ。マジかよ。もしかしてラプラスメールって俺たちにしか来てなかったのか。まあいいや、ケイスケは俺のを見ればいいよ。これが未来に起こる事件。じゃあやっぱり緑ちゃんは。いや、このメールはあくまで未来の予測でしかないんだ。まあ起こってしまう可能性が高い事件が書いてあるんだけどな。ここに書かれた未来を変えるためには尋常じゃない努力が必要だけどさ、でも俺たちが頑張れば。ん？ケイスケ？これ当たるんだよね。ああ、でも絶対ってわけじゃ。絶対じゃなくても書かれている事件が起こる原因や過程は紛れもない事実なんだろ。まさか、まさか人間に殺されるなんて。嫌な予感はしてたんだ。緑ちゃんの死因だよ。悪魔との戦いで命を落とすんじゃなく人の手で殺されるんだぞ。そういう問題じゃない、考えてみてくれ。やり方はどうであれ、彼女は今までたくさんの人々を悪魔の攻撃から守ってきたはずだ。
それなのにどうして彼女は自分が必死に守ろうとしたその人間に殺されなきゃならないんだ。だから俺たちで助けてあげるんだろ。それだけじゃダメなんだ。緑ちゃんだけを助けても問題の解決にはならないんだよ。問題の解決って言ってもな、普通の人たちが悪魔を怖がるのは当たり前のことだし。そうかな。この事件に関わる連中は悪魔の封鎖や自分たちの置かれた状況を誰かのせいにしたいんだ。自分たちは何もしないくせに全てを他人のせいにして、自分たちのストレスを発散させるためだけに緑ちゃんを殺すんだ。いや、緑ちゃんだけじゃない。親切心で人を助ける他の悪魔使いも命を狙われることになる。そんな奴らを放っておいたらろくなことにはならない。僕は絶対に許せない。決まってるじゃないか。僕らでそういう連中を倒すんだよ。連中って普通の人たちのことだよ。それを倒すなんて絶対ダメ。じゃあ君は許せるの？恩をあだで返すような連中をそのまま見逃すのかい？だからって悪魔の力を普通の人に向けるなんておかしすぎるよ。ケイスケ君、一体何を考えてるの？私はそんなことに絶対協力しないから。そうか、そうだね。人にはそれぞれ考え方がある。僕には僕のやり方がある。無礼な奴らのことは僕が一人で何とかするよ。君たちも連中には気をつけて。あいつどうしちまったんだ。みどりちゃんの死因が悪魔じゃなくて人間なのがよっぽどショックなのよ。気持ちはわかるけど、一体どうする気なんだろう。だとしたら余計に放っておけないよ。俺たちもみどりちゃんを探そう。ケイスケはみどりちゃんを助けようとしてる。うまくいけば二人とも同時に見つけられるはずだ。うん、ただ私たちもコンプの使い場所を気をつけないとね。みどりちゃんを助ける前に私たちが犠牲者になっちゃったら元も子もないんだから。ああ、そうだな。コンプを使うときは注意しようぜ。それから話は変わるけどさ、自殺するロック歌手っていうのがちょっと気になっちゃって。そうだよね。昨日春の余命が1だって言ってたでしょ。確かにあの人は自分の命を軽く見てるような節があったし。もし春だったら助けてあげたいよ。17時か。みどりちゃんたちのこともあるけど、ちゃんと忘れないでね。ねえ、17時になったら私教えようか。うん、忘れずに教えるね。まあ、それにあと3日以内になんとかしないと。山手線の内側にいる人間は全員死んじまうんだろ。ったく、ベルの大い争いってやつにも巻き込まれちまったっていうのに。とにかく行動を開始しようよ。まずはみどりちゃんの救出だね。おい、あの人こっちに来るぜ。君たち、この先はダメだ。悪魔同士が戦ってる。あ、悪魔同士が？そうかもしれない。とにかく変わった格好をした女の子が悪魔に命令して他の悪魔と戦い始めたんだ。それって人を
人を助けていたんじゃないんですか？いや、そうじゃないんだ。悪魔を連れた女の子がやってきて、それを襲うために悪魔が現れた。 あの子さえ来なかったら悪魔も来なかったはずだ。あれは魔女だよ、魔女なんだ。あいつが悪魔を操ってこんな世界。やべえぞ、みんな緑ちゃんの行動に反感を覚えてる。このままじゃ。よし、今ので最後ね。天罰てきめん。みどりちゃん、何やってんの？あれ、みんな見てくれてたの？何って、悪魔を退治してるのよ。こうやって数を減らしていけば悪魔の被害も減るじゃない。これぞヒーローの務めよね。さーて、次の敵はどこだ？みどりちゃん、くそ。ただでさえ封鎖でみんな苛立ってるのに、この上悪魔なんて見せつけたら。みどりちゃんは周りの人たちの反応に気づいてないよ。このままじゃ本当に。ああ、ラプラスメールに書いてあった事件が起こる前に。そうだね、根気強く彼女を説得するしかないよね。技術を手にした人類に神は今再び試練を与えておられます。神の与える試練に打ち勝てば、人類は次の霊的なステージへ進み、ま、与えられた試練に打ち勝って神様に近づきましょうっていうのが昇門会の教えなのね。それにしてもアマネさんの演説堂々としてるよね。だけどさ、昇門会って改造コンプを使うだろ。そんでそのコンプは悪魔を呼び出すよな。神の試練に打ち勝つために悪魔の力を使うって。再びお会いしましたね。皆さんは神と悪魔についてどのようにお考えでしょう。そもそも神が完全な存在であるならば、なぜ人間を誘惑する悪ここは任せる。そうでしょうか。我々は神は完全であると考えます。だとすれば、悪魔のような存在は神に謀反するものとして初めから生み出されたということになりますね。悪魔は人間を惑わし堕落させる存在です。その力を自らの手にし、それでも誘惑に負けない心を持ったとき、その時こそが人間の核心ではないでしょうか。それが我々が悪魔と呼ばれる存在を刺激するその理由なのです。いい機会ですね。他に何かお答えすることはありますか？かつて人間は様々な技術を開発し、天にも届く塔を築きました。この時神の与えた試練に敗れた人間は、言語を幾多に分けられ、意思の疎通を阻まれたまま、年月を経た今、人は自らの築いた技術によって言語と距離の壁を越え、国を越え、手を取り合う準備が整いました。ですが神はこの状況を良しとせず、必ずや再び試練をもたらすでしょう。神の試練に打ち勝ち、それを乗り越える力を持てば、神は人の成長をお喜びになりはしないでしょうか。そのために昇門会では神の試練に対抗できる力を持つ衆生を人の力によってお招きするのです。衆生のお力により神の試練を超えれば、もはや神の試練に怯える必要はなく、人間は真の自由を得るでしょう。昇門会がコンプを作り出したのは、
そのためなのです。それは悪魔召喚プログラムを司るサーバーのことでしょうか。残念ながらその質問にお答えすることはできません。教えたところで今のあなた方がそこにたどり着くことは決してできないのですから。悪魔を呼び出すためのサーバーが普通のサーバーだとお考えですか。どこか施設の一角に普通に設置してあるとお考えですか。サーバーの場所を探すことを私は特にお止めしません。です。あなた方もご存知のように我々の作り出したコンプは悪魔を呼び出し刺激します。ですがコンプはあくまで召喚のために存在する道具でしかありません。よろしいですか。悪魔という強大な力を手に入れた刺激者、つまり私たちがそれをどのように用いるか、つまり我々自身の在り方が真に問われるということになるのです。人は皆目覚めの時を迎えます。あなた方は今この封鎖を解き外の世界へ戻りたいと願っていますね。そのために選ぶべき道は決して一通りとは限りません。目を背けるのではなく事実をありのままに見定め己の信ずる道を進みなさい。あなたを導く多くの人々と出会い多くの理念や思想そしてその思いに自ら手を伸ばし触れるの。その時こそあなたの進むべき道はおのずと目の前に現れるでしょう。今のって結局どういうことなの。悪魔を呼び出すようなサーバーだから普通のサーバーではないし、当然つまりあの子はそう言ってたんだよ。でもいくら普通じゃなくたってサーバー自体はどこかに必ず存在する。いいさ、聖門会が教えないなら別の方法でアプローチしてやるぜ。別の方法って。俺たちの持っているコンプは何か情報をやり取りするたびに通信によってサーバーとつながってる。だったらコンプを調べていけば必ずサーバーのことが見えてくると思う。なるほどね。やっぱりよくわからないや。でもさ、あなた方にできますかとか言って完全にバカにしてるよね。ああ、俺もお前の意見に賛成だ。それどういう意味？考えてもみろよ。元はといえば俺たちが封鎖に巻き込まれたきっかけは直也さんの呼び出しだろ。聖門会はその直也さんと組んで悪魔召喚プログラムや改造コンプを作り出した連中だ。もしかしたら何かを企んでてわざと俺たちにサーバーの場所を調べさせようとしてるのかもしれない。だとしたら絶対許さないんだから。こんな風に人の命をもて遊んでみんなに苦しい思いさせて。やめとけよ袖子、奴らは数が多いんだ。突っかかっていっても返り討ちだぜ。奴らが何を企んでんのか今はわからないけどさ、いずれ奴らの目的がはっきりする。その時までにバッチリ対策取って。応答せよ応答せ。やっぱり通じないか。やあみんなか。ちょっと携帯電話を試してみたんだ。私のもずっと圏外でほんと困っちゃいますよね。携帯がつながるだけでもみんな安心できるのに、政府は何を考えてるんだろう。そうだね、封鎖を行ってから24時間もあれば悪魔の出現は報告されてるはずだ。それなのに封鎖線には何の動きもない。ああそう思うよ。
政府は知っていても動く気がないのか、動いた結果がこれなのか、どのみち推測の域を出ないが、明らかにおかしいのは事実だ。気をつけてって言われても。アツロ、どうしたの？あの人、何も…え、本田さんのこと？さっき慌ててポケットにしまったの、携帯じゃなくてトランシーバーに見えた。トランシーバー？まあ、確かにその通りか。悪いな、俺が気にしすぎただけかもしれない。おい、あれって正門会の偉いやつじゃないか？ああ、間違いない。あいつならサーバーについて何か知ってるかもしれないな。すみません、正門会の方ですよね？はい、東と申します。あなた方はよく天音様と話されている方々ですね。私に何かご用ですか？または天音様に？いえいえ、ちょっと聞きたいことがありまして。何でしょう？私にお答えできることであれば。なるほど、悪魔召喚プログラムについて興味をお持ちなのですね。あなた方がどのような目的でそれをお尋ねになるのか、私には推察しかねます。ですので申し訳ありませんが、そういったご質問に軽々しくお答えすることはできない。ですが、せっかくの機会ですので問題のない範囲で簡単にご説明いたしましょう。悪魔召喚プログラムのサーバーはすでに我らの手にはございません。すでにあのサーバーは人間の手の届かぬ存在となり、神の身元へと届けられております。我々を含め神の国へと足を踏み入れる恐れ多い行いができるものなどこの世界におりましょうや。つまり神のみがかのサーバーに触れることができるのです。なお、あなた方はあの男とお知り合いなのですか？そうですね、悪魔召喚プログラムが組み上がるまであの男がここにいたことは事実です。ですがあの男はすでに行方をくらまし、その後の足取りは我々にもつかめません。明日にでもあの男の使っていた部屋のものは始末されます。あまりお役に立てず申し訳ございません。他に何かご質問はございますか？その質問に私からお答えすることはできません。正門会の規則により神や悪魔について語ることを許されているのは一部の者のみなのです。人は主観を交えて話す生き物、語り手の数が増えれば解釈はその数だけ増えていきます。正門会ではそれを防ぐためたった二人にしかその権限は与えられていないのです。しばしお待ちください。今お呼びしてまいりましょう。誰を呼んでくるつもりだろう。やっぱり天音さんかな。さあな。あ、出てきたみたいだぞ。え、あの人って？お待たせいたしました。東からお話は伺いました。我ら正門会に興味をお持ちとか。時間がありませんので少々手短になりますが、それについてはご容赦ください。我が正門会のお立て祭りする主将は一般的に神と呼ばれる存在と同等、いえそれ以上の力を持つ方です。かつて人は神の試練に敗れ、言葉をあまたに分かたれて意思の疎通は困難になりました。そして今神の試練が再び訪れようとしています。それに備えるためには主上の神々しきお力を借りて神の試練に講ずるだけの力を
我々が身につけなければならないのです。皆の心が衆生に向かうとき、衆生はその広いお心を持って神の試練から我々を救ってくださいます。おお、別の質問が。なるほど。ではご質問の内容を聞かせていただけますか。ベルイアル、聖なる邪縁の異名を持つ存在についてお知りになりたいのですね。彼こそは古き町ソドムとゴモラへ凶楽と大敗をもたらし、滅びへと導いたもの。人々を美しく誘い魅了し、そして焼き尽くす炎。彼と相対する者はその炎の中に自らの死に顔を見ると伝えられているようです。おや、どうやらあなた方は私の予想をはるかに超えて物事をご存知のようですね。ベルの王位争いに関して私の口から言えることはただ一つです。すでにベルの王となるお方は決まっています。他のベルたちがどのようにあがこうと、そのお方には足元にも及ばないでしょう。大変申し訳ございませんが、そろそろ時間です。私はこれで失礼いたしますが、よろしいでしょうか。ではまたいずれお会いしましょう。ふう、私あの人苦手かも。でもベルイアルは炎と関係があるのね。そうだな。どのみち戦わなきゃならないなら何か対策を講じて損はない。俺たちの余命を握るのがそのベルイアルだとしたら、これは…うん、そうだね。まあ戦わずに済むなら逃げちゃいたいけどさ。あ、それより今は緑ちゃんを何とかしないと。そうだな、早く緑ちゃんを探そう。くっ、手間かけさせやがって。もう逃がさねえぜ。やだ。魔女め、全部お前のせいなんだよ。逃がすか。そっちだ、こいつ。おい、今のって。二人とも急ごう。もう逃がさねえぞ。私魔女じゃない、みんなを助けるために。嘘をつけ。俺の知り合いは町にあふれる悪魔に殺された。あの悪魔どもはお前が呼び出して野放しにしてるんだろうが。違うよ、違うの。よくも俺たちをコケにしてくれたな。化けの皮剥がしてやる。覚悟しやがれ。いた、間に合ったか。早く早く、手遅れになっちゃうよ。みどりちゃん頑張って、今助けるから。くそ、相手が普通の人間じゃぶっ倒すわけにもいかないのか。そうだね、力を加減しないとますます悪魔使いの印象が悪くなるよ。こいつらも悪魔使いだ。逃げろ、殺されちまう。私も逃げなきゃ。見つけたぞ。俺はケンスケ。命を救われておきながらその恩人を殺そうとする人間のクズどもめ。この封鎖の中に法と秩序がないなら代わりに僕が裁く。お前、この声ってカイドウの時と同じ。ああ、欲しいね。僕は正義を欲する。ヤマダって、つまり閻魔大王じゃないか。
よかったよ。悪人を裁くのにこれほど適した悪魔はいない。悪魔使いが増えた。こいつヤバそうだぜ。さあ山よ、正義の裁きを。奴らに罪の重さを教えてやれ。助けてくれ。もう遅いよ。地獄に落ちて自分たちのしたことを後悔するといい。ケイスケ、やめろ。何をするつもりだ。僕はこの封鎖に巻き込まれてよかったのかもしれない。世の中には生きているだけで害になる奴がいるんだ。そんな奴に生き秩序も法律もない今だからこそ、僕は山の力で正義を行うんだ。な、何をバカなこと言ってんだ。ケイスケ、よせ。分かってもらえないかな。僕はずっと思ってたよ。封鎖の始まる前から人の社会はとっくに壊れていたんだ。力を持った正義が裁かなきゃ、この先ももっともっと秩序は壊れていくんだよ。そうだ、これこそが力の正しい使い方だろう。どうして分かってくれないんだ。 あっちはダメだわ。あの男、私たちを殺す気よ。ケイスケ君、どうしてそこまで。ケイスケ、お前、みんな頼む。ケイスケを人殺しにさせないでくれ。分かってる、分かってるよ。力で人を裁いたって何も変わらないんだから。何やってんだよケイスケ。一体どうしちまったんだ。人間はいつもそうだ。自分が困った時だけ助けを求めて、その場が過ぎれば恩も忘れて平然とした顔で加害者になる。そんな連中は人間のクズだ。存在するだけで罪なんだよ。裁かれて当然だろ。こいつらが心を入れ替えることなんて絶対にないんだ。誰かが裁かなきゃ罪を重ねるだけなんだよ。ケイスケ、やめるんだ。邪魔をしないでくれ。これ以上邪魔するなら君たちを倒さなきゃならない。逃がさないよ。君たちの罪はここで裁かれるんだ。こっちにも悪魔が。助けてくれ。どうしたの。悪魔使いをやっつけるんだろう。さあ僕を殺してごらんよ。行け山、悪しき者に正義の裁きを。助けてケイスケ、やめろ。やめるんだ。どいてくれ。君たちと戦うつもりはない。邪魔しないでくれ。これで気が済んだか。もうバカなことは。君たちにだけは分かってほしかったよ。次は僕も全力で行くから。この悪魔野郎どもめ、お前たちなんかに負けねえからな。魔女よ、やっぱり魔女なんだわ。いつか。ケイスケ、みどりちゃんを襲ったあの人たちは確かに間違ってるけど、だからそれだけ本気で怒っていたってことだよね。あの悪魔、ヤマって言ったっけ。閻魔大王のことだって言ってたね。ああ、地獄の裁判官か。
悪い悪魔じゃなさそうなことだけが、それにしてもコンプなしで人間がこんな簡単に悪魔を呼び出せるのかよ。強い意志と欲望か。そんなんでいちいち悪魔が出てきたらたまんねえよ。あの、みどりちゃん、無事でよかった。助けてくれてありがとう。たとえ正しい行いをしていても、すべての人が感謝してくれるとは限らないって分かってくれた。これに懲りたらもうちょっとおとなしくしていてね。やだ。え？おとなしくって困っている人を見捨てろってことでしょ。私にはできないよ。ああもう、そうじゃなくてね。助けてくれて嬉しかった。でも私は正義を貫くから。あ、ちょっとみどりちゃん。ああもう、せっかくラプラスメールの予言を防いだのに、このままじゃ同じ結果になるよ。ねえ、みどりちゃんの余命ってどうだった？次に危険なのは何日後？え、それどういうこと？そんな、じゃあどうすればいいのよ。うん、そうだね、まずはみどりちゃんを助けましょう。それから次はケイスケ君だね。サンキューな、ユズ。ケイスケ、それにしてもさ、悪魔使いと普通の人との関係がこんなに悪化するなんて。まさかこんな状況なのに人間同士で争うとはな。うん、ケイスケ君じゃないけど、ちょっと幻滅するよね。人間はそこまでバカじゃないって思っていたのに、ちょっとショック。ああ、みどりちゃんは一般人に襲われてもやり返すことはないだろう。でもケイスケは一般人を攻撃することを、タメラは助けた人に攻撃されたら他の悪魔使いはどうするだろう。だよな。私たちだっていつまで耐えられるかわからないよ。そうなったらどうしよう。なんとか取ってこられたな。お疲れ様、アツロ。でもひどいねこれ。コンビニとかも襲われてるし、いよいよ状況も深刻になってきたな。俺たちはまだいいけど、子供や年寄りは。おいおい、それで騒ぎが大きくなったらどうすんだよ。それでなくても悪魔使いってだけで普通の人の神経を逆なでするのに。こうなったらできるだけ早く封鎖を解かないと根本的な解決にはならないよね。いや、君たち。ああ、彼とは今は別行動中だよ。すぐに戻ってくるがね。彼は強い。一緒にいれば生き延びる可能性が格段に上がることもわかるよ。君たちも友達同士で行動しているなら、頼れる人と一緒にいる心強さはわかるだろう。ところで本田さん、本田さんって封鎖に巻き込まれる前は何をしてた人なんですか？私かい？私はただの会社員だよ。正直な話なんですけど、普通の会社員には見えないんすよ。コンプもすんなり使ってたし、こういう状況なのに事態に慌ててる感じもない。本田さん、封鎖が行われるってことを事前に知っていたんじゃないですか？どうしてそう思うんだい？まいったな、なかなか鋭いんだね。本当のことを教えてください。俺たちも情報が欲しいんです。
嘘をついても仕方ないか。私はある企業に雇われたものだよ。クライアントのことは話せないが、コンプのことは事前に聞いていた。うん、正確にはコンプの呼び出す悪魔が目的さ。人間をはるかに超える能力を持つ悪魔の存在が発覚すれば、その研究を望む企業は多い。莫大な利益を得るための先兵として私が送り込まれたというわけだ。その通りだ。アリ一匹通れない警戒のせいで外に出ることもできやしない。だからまずは生き延びること、それに生きて家に戻ること。早くここを出て手術を。それまでは絶対に死ねない。すまないね、騙すつもりはなかった。何かいい情報があったら教えてくれると助かるよ。本田さんってコンプを狙ってここに残っていたんだね。ああ、企業に雇われたって言ってたな。その企業どういうつもりで悪魔を欲しがってるんだろう。いいことに使うとは限らない。正直怖いよな。悪魔の力があれば戦争や犯罪だってやり放題だ。そっちじゃなきゃいいけど。本田さんはかわいそうだけど、封鎖から出られるといいですねとか。っていうかさ、二人ともよく本田さんが隠し事してるって気づいたね。普通の会社員がたまたまトランシーバーを常備してるってやっぱりおかしいだろう。まあ本当に間違ってたらその時はマジで頭下げて謝るしかないとは思ったけどな。え？じゃあ間違ってたら謝るつもりで鎌をかけたってこと？なっはっはっは、そういうことになるかな。さ、気にしないで行こうぜ。なんか腹が立つぜ。この状況分かってんのかよ。ダラダラしやがって。せめて自分にできることくらいしようとは思わないのかな。他人に守られてることも知らないでニヤニヤしちゃってさ。俺たちもああだったかもしれないな。え？俺たちも奴らと変わらなかったかもしれないって言ったんだよ。だってそうだろ。コンプがなかったらあの中でヘラヘラ笑ってたかもしれない。そうかもね。おっとっと、トイレ行きたかったんだ。危うく忘れるとこだったぜ。ちょい、私散歩してくる。あの人たち見てるとなんかムカつくし。腹が立つか。当然だ、君から見ればな。だろうな。しっかりやってるやつから見りゃ奴らのバカさ加減は目につくさ。なんとかなると本気で思ってやがるのさ。みんなだって同じだ。いざとなれば自分だってできるってな。何もしてないくせに結果だけ欲しがりやがる。世の中そんなに甘かねえぜ。ま、かくいう俺もあいつに言われるまでは連中と同じだったんだがな。そのうち君も出会うさ、そういう相手にな。俺にとってあいつは、あやはそういう相手だったんだ。半年ほど前、あやは突然消えた。雨が傘がねえから駅まで迎えに来いって電話があってな。だがあいつはそれっきり姿を消しちまった。俺に愛想を尽かしたならそれで構わねえ。だが俺もいろいろ調べてな、あやを駅前で見たってやつの話を聞いたんだ。そいつの話じゃあやは正門会のやつと一緒に車に乗ったらしい。
正門会の仕業だって確証はねえ。だがあいつの手がかりは他に何もねえんだ。すまねえな、つい熱くなっちまった。ま、これも何かの縁だ。情報があったら教えてくれるだけでも助かるぜ。あ、ありがとう。俺はもう少し正門会を調べてみるよ。奴らは絶対に何かを隠してる。その証拠に俺と綾の関係を知っているのか。正門会は異常なまでに俺を警戒してる。綾は何らかの目的を持って正門会に連れ去られ、どんな小さな情報でもいい、綾につながることなら何でも。あれ、今のってジンさん？いやー参った、満員トイレだったぜ。まったく、ん、何ボサッとしてんだよ。早く行こうぜ二人とも。ああ、どうした、何かあったのか。アズマか。ええ、その人あさっての12時にヒルズにいるらしくて。あさっての12時にヒルズか、わかった、ありがとう。そうか、これでアヤの居所がわかるかもしれないな。君たちには感謝の言葉もない。本当にありがとう。もっとしっかり探すんだよ、小娘め。一体どこに隠れたんだい？でもあの子、私たちを助けてくれたんじゃ。騙されてんじゃないよ。あの子は悪魔を呼び出してた。あんたも見ただろ、あの子が悪魔を呼び出して街中にばらまいたに決まってるじゃないか。ああ、ここにはいねえようだな。次の場所探すぞ。なんだよあれ、何かあったのか。誰か探してたみたいだけど、ひょっとして。ねえねえ、あの人たちも、え、この声って。こっちこっちだって。あ、あそこ、やっぱりみどりちゃんだ。みどりちゃん、また人助けをして追いかけられたのね。うん、どうしてみんなが怖がったかわかる？誤解に決まってるよ。だって私は正しいことをしてただけじゃない。人助けは正しいことでしょ。正しいことが認められないなんて誤解だとしか言いようがないよ。やりすぎ？それどういう意味よ。私教えられたんだもん、正義とはどんなことがあっても貫くものだって。うん、悪魔に襲われている人を助けるのはいいことだよ。でもさ、今のみどりちゃんは正義の押し売りをしているだけなんじゃないの？押し売り？ええ、だって普通の人にはただの悪魔とコンプが呼び出した仲間の区別なんてつかないでしょ。それにさ、コンプを悪用してる奴がいるのは事実だからな。普通の人にはみどりちゃんがいい人か悪い人かなんてわからない。それなのに悪魔のすごい力を見せつけるようなことをしたら。うん、相手の気持ち。そう、助けられる人にも感情があるからさ、自分の気持ちだけを押し付けてたら。ごめん、だってパパは正しいんだもん。パパは周りの人が認めなくても、ただから私
私のパパ間違って、正しいことを正しいって人に伝えたいなら余計方法は選ばなきゃな。きっとパパはそういうところもちゃんとみどりちゃんに分かっ、あのまだよくわからないけど、そのでも私ちゃんとヒーローになりたい。だから見せびらかすのやめるから、ついていって。ありがとう、よろしくお願いします。はあ、とりあえずこれで目標の一つは終了ね。ありがとな、ケイスケ。怒りで我を忘れてたみたいだ。悪いことにならなきゃいいけど。そうだね。それとベルイアルっていう悪魔についても調べた方がいいよね。他にも知りたいことは山ほどある。封鎖が行われた本当の目的、政府は何をしようとしているのか。ねえ、もしこのまま封鎖が終わらなかったらどうすればいいんだろう。問題を解決か。まだ原因もはっきりしてないのに。不安なのはわかるけど、やらないで後悔するよりやる方がいいじゃんか。うん、さあ気を取り直していこうぜ。うん、いざ出発。なあ、考えてみたんだけどさ、直哉さんはさ、サーバーの設計や構築を一体どこでやったのかな。そうかな、こんな大掛かりなシステムだぜ。それにプログラムを依頼したのって小門会だろ。自分たちにとってそんな重要なものを作らせるのに。とすれば、直哉さんが悪魔召喚プログラムを組み上げたのは。まあそういうことだ。天音にあれだけ挑発されたんだ。是が非でも探してやるさ。サーバーを設計したのが直哉さんなら、設置や動作のチェックまで本人が関わっていた可能性が高い。だから直哉さんが作業していた場所を調べれば何か手がかりが残ってるかもって思ったんだ。ん？急ぐって突然どうしたんだ。やべえ、そうだった、あの東って幹部、直哉さんの部屋を片付けるって言ってたよな。急がないと手がかりがなくなっちまう。でもさ、会ってなんて言うんだ。いきなり資料をくださいじゃ確実だ。大丈夫じゃねえだろう。いいか、だいたいどこの誰が見ず知らずの人間に個人の資料を渡すんだよ。ん、見ずじゃないじゃん。よく考えたらお前、直哉さんのいとこじゃんか。よし、それで行こう。いくら証文会でも血縁関係者に荷物を渡せって言われりゃ拒む理由はないもんな。サンキュー、お前がいてくれてよかったぜ。まあソースコードでもメモ書きでも何だっていいんだ。とにかく何かヒントが欲しい。明日になれば直哉さんの部屋は片付けられちまうんだよな。その前に証文会の施設に行って直哉さんの荷物をもらってこようぜ。いた、あの男だぜ。グズグズしてたら直哉さんの部屋のものが捨てられちまうかもしれない。二人とも行こうぜ。おや、どうしました、何かお忘れ物ですか。あ、いえ、その直哉さんのことでちょっとお話があるんすけど。あの男のことで。確かにあの男には高校に通ういとこがいました。お名前を伺ってもよろしいですか。間違いないようですね。お友達も似ていますし。あ、実はそうなんですよ。なのでできればその
部屋の荷物なんかをですね引き取らせていただければなぁと。そうですか。ですが何かご期待なされているなら申し上げておきましょう。あの男の残していったものは何の役にも立ちませんよ。設計図はおろかメモ書きすら残っていない。あるのはいくつかのデータファイル、それも意味不明な数字の羅列や読むこともできない記号ばかりです。そんなゴミのようなものでも。なるほど、そこまでおっしゃるならお渡ししないわけにはまいりません。明日もう一度ここへいらしてください。それまでに荷物をまとめておきましょう。ありがとうございます。では。ちょっといいか、聞きたいことがあるんだが。ああ、悪魔使いの持っているコンプはだ。そうか、なるほどな。最初に改造コンプを作ったのは小門会っすからね。そうだと思いますけど。となるとやはり小門会が怪しいな。ああそうだ。それじゃジンさんも悪魔使いだったんですか。なるべく使わずに済ませているが、身を守るために何度かな。それじゃあどうしてコンプのことを。封鎖内にはコンプが溢れてる。誰かが意図的にばらまいたとしか思えないほどにな。悪魔の力は強大だ。こんな力を持っているなら独占を考えるのが普通だろう。だがそいつはわざと配ってる。一体何の目的があってそんなことをしたんだろうな。もし小門会がコンプをばらまいているとすれば、そこには何か必ず裏があるはずだ。そこからこの封鎖に隠された真相に何か近づけそうな気がしないか。ま、真相を知ったところでこの状況を変えられるのかはまた別の話だがな。あら、また会ったわね。ねえ、そういえば聞きたいことがあるの。改造したコンプを使って悪魔を呼び出す人たちって君たちのことだよね。あら、ずいぶんあっさり認めるのね。ま、私だけならともかく他の人には黙っていた方がいいわよ。悪魔を使って悪事を働く連中が出始めたの。おかげで悪魔使いは今や民間人の敵とみなされてる。ああ、やっぱりそうなっちゃうんだ。あれから私の方でも取材を進めたの。おかげで少しは状況が把握できたわ。そうね、悪魔や天使が実在することや政府がなぜこのタイミングで封鎖を開始したのかくらいかしら。ええ、天使よ。私もこの目で直に見たわ。封鎖の中にあふれている悪魔たちとは明らかに違う。白い翼と光を持つ天使。彼らは封鎖を行う自衛隊に何か指示を出していたみたい。そうね、もしかすると彼らこそがこの封鎖の裏で糸を引いているかもしれないわ。調べたところによると、君たちも持っているその改造されたコンプ、それを開発したのは小門会っていう宗教団体だったみたいね。そして封鎖の前日と当日は彼らの夏季大会だったの。コンプを持っているのは彼らの中でも位の高い狂信的な信者よ。当然だけど夏季大会ともなれば全員参加しないはずがないの。事件の以前から何らかの理由で悪魔の存在を認識していた政府は、彼ら全てが一箇所に集まる日を狙い、そして東京を封鎖した。まあこれが私の集めた情報からわかる
一連の事件の真実ね。おそらく政府に悪魔の存在を教えたのも、この封鎖を指揮したのも、全部あの天使たちの仕業よ。どうしてそう言い切れるんですか？もし仮に庄司さんの言うように自衛隊の背後に天使がいたとしても、どうしてこの封鎖が天使の仕業だって言い切れるんですか？神様を信じてるのね。そんなわけないじゃないですか。だいたい私はそういうの苦手なタイプで。じゃあなぜあなたは今そんなに焦っているのかしら。自分たちをこんな状況に追い込んだ犯人が絶対的な正義である神様のはずがない。もし神様がいたら、こんなひどい状況なのに救ってくれないはずがない。心のどこかでそう思っているからあなたは今焦っているんじゃないの？神様は自分たちの味方のはずだって、心のどこかで無意識に信じてしまっているからじゃないの？それは。あとは3日後に訪れる滅びの噂ね。君たち、あれから何か新しい情報はつかまなかった？政府のチーム？そうか。封鎖の開始と同時に登録のない認識番号の自衛隊ヘリが目撃されてるの。きっとそいつらが乗ってきていたんだわ。陸上自衛隊の STF、 存在自体が公表されていない非認可の特別部隊よ。有事の際には自衛隊、警察、消防、いずれの上にも立って動かせる特別なチームがある。大を生かすために小を犠牲にする、そんな非常な任務を行うために組織されたチームだという話よ。お願い、そいつらの居場所を教えて。うわ、超ホワイトキックよそれ。今度会っても情報あげないわよ。情報こ、ホワイトキック。あ、あの、俺たちが見たのは赤坂トンネルあたりだったけど。なるほど、いい情報ね、ありがとう。私はもう少し情報を集めてみる。あなたたちも元気でね。悪魔の次は天使かよ。いよいよ現実味もなくなってきたぜ。とっくに現実味なんてないよ。私たちが麻痺してるだけ。行こう。やらなきゃいけないことたくさんあるでしょ。ち、また悪魔かよ。早く行こう、手遅れになっちゃうよ。おいおい、何逃げてんだよ。相手して欲しかったんだろ。かまってやるよ。笑わせんな、絶対逃がさない。ちょっとあんたたち、弱い者いじめは許さないよ。あ、なんだお前、弱い者が強い者に噛みついたんだぜ。たっぷり仕置きが必要だろ。悪魔の力を使えば逃げることだって簡単でしょ。やり返す必要なんてないじゃない。とにかく普通の人に悪魔をけしかけるなら、私たちも黙ってないから。ああ、うるせえうるせえ、キャンキャンわめくなタコ。そんなに守りてえなら勝手に守れ。俺はそいつらをぶっ殺す。ああ、うざって、この正義ボケどもが。パズス、やっちまえ。いい加減にしろよ。弱い者いじめて楽しいか。チッ、うざって、付き合ってられねえぜ。弱い者いじめはこのマジカルドリーが許さない。先に手を出したのは彼ら、報いを受けるのは当然だろう。こんなところで死ぬわけにはいかない。引かせてもらう。どうして普通の人を相手にあんなことできるのよ。もう信じらんない。もう、あった。
たまに来るな。どうして弱い者いじめなんてするのよ。普通の人が悪魔にかなうはずないのに。ほとんどの悪魔使いが緑ちゃんみたいに反撃しなかったから調子に乗ったんだろうな。そうだな。だいたいカイドウがやり返さないと思うのかよ。それに俺だってカイドウの立場だったら切れたかもしれないしな。それにしてもさ、カイドウのやつずいぶん強くなってなかった？前から悪魔を強くするために魔化集めとかしてたけど。ああそうだな。そんなに強くなって一体どうするつもりなんだろう。世界征服か。マジで考えてそうだぜ。でもこれでまた悪魔使いと普通の人の間に溝が広がっちゃったよ。うん。ねえ、17時になったよ。ラプラスメールにあったあれ、気をつけてね。人が悪魔に苦しめられてる。悪魔が人を狂わせてる。私が悪魔を呼んだから全部私のせいで。あんたいつの間に。聞かれちまったんだ。隠しても仕方ないね。慰めなんていらない。私の歌が悪魔どもを呼び出しちまったんだから。東京を壊しちまったのは。悪魔消す。それができればこんなひどいことになってないだろう。結構いいじゃん。あんたいいやつだね。あんたを信じて待っているよ。ねえ、春の余命ってどうだった？まだゼロのままだった？やった！やっぱりラプラスメールって春のことだったんだ。でも2か。他の人より1日少ないな。それでもいいよ。助けられたんだから。春はさ、自殺する気だったんだね。自分のせいで東京に悪魔が生まれたと思って。ああ本当に助かってよかったよ。そうだな。あの歌声が聞けなくなったら悲しむやつもいっぱいいるぜ。よう正義バカども。バカとは何よ。普通の人を襲っておいて。あんたみたいなやつがいるから悪魔使いが。ああうるせえうるせえ、本当にうるせえな。おめえはんな話しに来たんじゃねえんだ。少しは黙って聞けや。何よ、今さらあんたと話なんて冗談じゃない。どうどうどう、ユズ落ち着けって。カイドウも話があってきたって言ってるんだしさ。ふん、じゃあ話しなさいよ。お前らに聞きたいことがあんだ。ダイモンズのコッパが何人か悪魔使いに襲われてよ。けじめで犯人を探してる。まさかお前らじゃねえよ。やっぱりな。まあマジな話、お前らだとは思ってねえんだがよ。まあ死んだやつもいるからよ。ほっといちゃチームのもんに示しがつかねえってわけだ。生き残ったやつの話じゃ犯人はメガネをかけた野郎でよ。連れてた悪魔が正義の裁きとかなんとか抜かしてやがったらしい。お前らなんか知らねえか。
そうか。まあ、なんか分かった時に俺に教えてくれりゃいい。まあ、うちは誰かに恨まれても仕方ねえカスみたいな連中の集まりだ。誰か恨みのある奴がコンプを手に入れた奴らに復讐したんだろう。俺にとっちゃ吸血事件を片付ける方がよっぽど大事なんだ。だがここまで目立たれちゃけじめを取らねえわけにはいかねえ。ったく、メガネ野郎め、見つけたらぶっ殺してやんぜ。手間取らせて悪かったな。俺はもう行くからよ。ねえ、カイドウが探してる相手ってもだよな。まだ決まったわけじゃないけど、昼間のあの様子じゃ。でもケイスケがそんなことするなんて信じたくない。ああ、俺だって一緒さ。でもケイスケだとしたら、ああ、ケイスケを説得するには時間が必要だ。そのためにはカイドウの足止めが必須になる。うまくできるかな。まあ、やるしかないさ。まずはカイドウの動きをどうやって邪魔するかだけど、あいつに何か別の用事でも作ってやれればいいんだけどな。でね、その時レッドが言ったわけ。俺たちが諦めたら誰が人々を守るんだって。だよね、やっぱりヒーローはアーじゃなきゃ。あれ、どうした、ソデコ。はあ、もうすっかりソデコで定着ね。んなことはどうでもいいから、何があったんだよ。今走っていた女の人、マリさんじゃなかった？え、マリ先生？だって白衣着ていたし、慌ててたみたいだけど。慌ててって何があったんだろう。とにかく行ってみようぜ。確かにマリ先生だ。見て、悪魔に襲われてる。くそ、そんなことさせてたまるか。マリ先生、俺たちが奴を倒します。その間に逃げて。いかん、クドラクを倒すな。今日のところは逃げるんだ。いえに、マリ先生。詳しいことは後で話す。とにかく今は逃げるんだ。クドラクは倒されるとより強くなってよみがえる。今は奴を倒す時ではないのだ。え、ああ、なんだかよくわからないけど。話は後だ。今は逃げることに専念しろ。どちらから逃げるか。この状況なら、それしかあるまいな。公園側を回り込んで移動する。早く逃げるんだ。
マリ先生、大丈夫ですか？ああ、ありがとう。助かった。君たちのおかげで彼女も無事で済んだよ。私の名はゲンマ・クルースニク。吸血鬼クドラクと戦う運命を追うものだ。無用なトラブルを避けるためこの体に身を隠していたが。悪魔？先生の体を乗っ取ったのか、この野郎！違うのよ、アツロー君。私は乗っ取られてなんかいないわ。だから落ち着いて。あれ、マリ先生、大丈夫なの？でも、どういうこと？ええ、大丈夫よ。だから今はクルースニクさんの話を聞いて。ああ、ごめん。まさか悪魔がマリ先生の中にいるなんて思わなかったから。吸血事件の犯人を捕らえたいという彼女の強い思いが私をこの世界へ呼び寄せたのだ。我々の利害関係は一致していたからな。契約の成立は簡単だったよ。私と彼女の追っているものは同じ悪魔だったのだ。奴の名は吸血鬼クドラクだが今や。そういえばまだ殺すなって言ってましたけど、どういう意味ですか？クドラクは吸血鬼だ。自らの体を再生する能力を持っている。正しい手順で倒さねば翌日にはより強くなってよみがえる。これを繰り返せば奴の力は際限なく高まり、やがて奴を倒すにはあるものが必要なのだが。ごめんなさい、クルースニクさん。私のミスであなたを危険に。クドラクを倒すために必要なものを何者かに奪われてしまったのだ。クドラクは私がいると知れば普段は決して近づくまい。とすれば今回のことも奴の差し金に違いない。それがはっきりとはわからないの。多分神田の公園だと思うけど。白き羊膜の粉末だ。羊膜はマリ殿のバッグに入っている。じゃあとにかくマリ先生のバッグを探して取り返せば大丈夫なんだね。ええ、そういうことよ。アツロー君は知ってるわよね。ああ、いつも持っていたあれ、バッチリ覚えてるって。俺たちに任せて、すぐに見つけて連絡するよ。って、もう俺のバカ、今携帯繋がらないじゃん。マリ先生、バッグ見つけたらどうやって連絡しようか。そうね、バッグが戻らないとクドラクとは戦えないから。了解っす。じゃ、行ってきますね。あれはマリ先生のバッグだ、間違いない。これは変な奴に頼まれたんだ。このバッグを盗んでくれば食い物をくれるって。すまない、私が悪かった。これは返すよ。よし、バッグを取り返したぜ。それにしてもバッグを盗ませた変な奴って。ああ、そうだろうな。それじゃ、これはマリ先生に返そうぜ。どうしたんですか？悪魔と警官が。人殺し？悪魔と警官が戦っているのかな。やばいな、いくら警官でも悪魔が相手じゃ太刀打ちできないぜ。よし。聞こえなかったのか？盗んだ食料と金を全部ここに置いていくんだよ。
そんな盗んでなんかいませんよ。これはようやく探してきた食べ物なんです。もう一度だけ言うぞ。食料と金を置いてさっさと消えるんだ。だからこれは私が自分で。いいや、お前は盗んだんだ。いつまでもしらを切れば痛い思いをするぞ。本当なんです。勘弁してください。こりゃ重罪だな。残念だが死刑だ。死ね。おい、マジかよ。正直に言わないから。そう、殺したのか。警官が本当に殺したのか。ありえない。何考えてるの、あの人たち。ん、なんだお前らは。他のおまわりさんが一生懸命平和を守ってくれてるのに、あんたたち何やってんのよ。おまわりさんってか。平和がなんだ、職務なんかクソくらいだ。同じ公務員の自衛隊員が安全な封鎖の外で、どうして俺たちは封鎖の中なんだ。大体外敵と戦うのは本当はあいつらの仕事だろうが。なのに俺たちは封鎖の中に閉じ込められた。こんなバカな話あるかよ。そんなの他の人を苦しめる理由にはならない。絶対に許せないんだから。こんなことになっちまってるのに真面目に民間人なんか守れるか。倒したな。クソ、後味が悪いぜ。最初の人だけ助けられなかったね。ああ。ありがとうございます。あなた方が来てくれなかったらどうなっていたことか。今のうちにもっと人のいるところに逃げた方がいいっすよ。離れ。はい、本当にありがとうございました。とうとう警察官の中にもあんな人たちが現れちゃったね。確かにな。奴らの気持ちもわからなくはないんだけどさ。でも警察官って正義を守る人でしょ。いくらなんでも人殺しなんて。ああ、もう壊れちまってるんだよ、町も人もさ。それってさ、直せるのかな。また普通に買い物とか遊びにとか。ああ、そうだな。山手線の内側にいる人たちの余命は3日。そのリミットを自分たちで。私は何とかしたいよ。諦めるなんて絶対に嫌。うん、あなたにならついていくよ。暗くなってきたね。でも今日はみんながいるからちょっと安心。そっか、みどりちゃんは夜も一人だったんだよね。うん、うん、ありがとう。よかったね、みどりちゃん。それにしても今日はみどりちゃんを助けてあげられてよかった。うん、ごめんね。本当にありがとう。でもケイスケは大丈夫かな。私のことがあったから
あんな風に怒っちゃったんでしょ。私のせいだよね。私がもっと早くみんなの話を聞いていたら。まあ気にすんなよ。ケイスケのことは俺たちで何とかするからさ。あいつ昔から意外と頑固なところがあるからな。それにしても今日はいろんなことがありすぎて、もう何がなんだか、うん、ちょっと整理した方がいいな。まずは、召喚会が悪魔召喚プログラムのサーバーは人の手には届かない場所にあるって言ってたな。全然意味わかんないよ。人の手が届かないとこって一体どこって感じ。はあ、せめて直也さんが見つかれば何か聞けるかもしれないのにね。ああ、自衛隊の裏で天使が糸を引いてるって話だったな。天使って正義の味方じゃないの？やだな、そんな天使。わからない。でも俺たちの知らないことはまだ、まあでもまだそうと決まったわけじゃない。時間はないけど、思い込みじゃなくてちゃんと真実を見極めようぜ。もしこの封鎖が天使によるものだとしたら、一体何が目的なのかな。ああ、完全にクドラクを倒すためには白い葉幕が必要なんだろ。それがマリさんのバッグに入ってる大事なものなんでしょ。ああ、マリ先生のバッグは見つかったし、早く渡してあげようぜ。そうだね、明日私に行くの忘れないようにしなきゃだね。それにしても今日も疲れたな。マジで部屋の布団が恋しいぜ。状況は日増しに悪くなってる。封鎖の中だってどんどん危険になってるしな。うん、余命もね。ベル・イアルだよね。どんなやつなのかな。ねえ、私たち勝てる？ああ、何が何でも勝つぜ。勝ってみんなで家に帰るんだ。ねえ、昼はさ、春の自殺を止めてくれたでしょ。だからありがとうって。私さ、辛い時とか悩んでる時とか、春の歌に随分助けてもらったんだ。なんかさ、こう言葉とか音じゃなくて心が直に伝わるっていうか。だから少しでも春に恩返ししたくてさ。私何言ってんだろ、伝えるのって難しいな。とにかくありがとう、あなたがいてくれてよかった。Thank you.